結局ボールを取ったのは172センチの波里。ツーフェイク入れた。74対59。あ、ハサミに行ったんですが、アタックをしていく。あ、後ろから波里。波里一か。波里のジャンプシュート。波里成人が決めました。83対86。今そうだ、辻が見ます。こちらは時間を使いながら今ショットクロック15を切った。この辺りから動く波里が入ってくる。波里は自分でもらいました。決め切った。素晴らしい。これですよね、波里君ね。これで5点差。日本人選手と外国籍選手のジャマリトレラ選手のところでミスマッチがあるというところで、ファーストオプション狙ってきましたね、広島は。波里、今度はテクニックを見せていきました。波里クーリーのピックを使って、おっと足に当たり損なったという感じですが、波里、おお、難しいシュートでしたけどね、よく決めましたね。パワーフォワードですが外でもいけます。そしてかわして、バスケットカウントか。ここは波里選手がうまかったですね。そうですね。74対59。あ、ハサミに行ったんですがかわして波里のレイアップだ。うわー、うまくもらっていった。やってきましたね。波里決めました。これで1点差。うわー、同じ、これまた同じことをやってきた。エンドワン。うわー、波里成人、ジャック・クーリー、キックアウト、波里、自分でドライブ、決まる、タフショット決めてきました、波里成人。マークにつく、ミスマッチになっている、はい、今村だ、今村から波里へ、波里がドライブしてくる、ね、自らのドライブを選択しました、波里。マキがもらいに行きますが、クーリーもうスリーを打たなければいけない時間帯ですが、アタックをしていく。いいアタックですね。邪魔をしているということですね。そうですね、はい、うまい波里、バンクショット決めた。点差が開きます。秋田タイムアウトを取ります。いや、いいプレーだと思います。はい、今度は琉球波里が空いてるところで自分でリズムを作っていく男、波里成人。ここで行くから詰めゲームで、はい、波里斉藤もその辺は分かっている。さあ、クーリーに入れました。ショットクロック4秒ですから行くしかないか。外に振って波里スリー。新時代リバウンドは琉球田代。波里、波里レイアップ。波里上がったですね、今のもね。39対30。さあ、テイラー、あ、後ろから波里、ボールを奪ってエバンスのダンク。また同点に追いつきました。また田代のスリーが来る。これは落ちます。3人でボックスアウトに行ったんですが、しかし結局ボールを取ったのは172センチの波里。ツーフェイク入れた。パウロをもらってバスケットカウント。今のはこれ波里ですね。いや、これです。この後、これですね。すいません、ビハインドザバックですか。うわーって言っちゃいました。予想通りのマッチアップですね、はい。さあ、波里が行く、打っていくか。クーリーに渡した。アシストになりました。波里です。岸本とスイッチ、もう一度波里です。おお、うまくパスして、おお、ここはバスケットカウント。これはうまいプレー見せました。すぐにまた大阪が逆転です。さあ、波里に対して、あーっと振りほどかれた中村。いや、うわー、あのヘジテーション素晴らしいですね。今のは最後また落ち着いていた波里です。エバンスの動きがいいですよね。それでこのスピードですから、プッシュ早くしていった。で、この少しテンポを変えた、この人のボールからこれがエバンス。そうでしょうね。一回ドリブルをスクリーンもらってくると、はい、一回止まってヘジテーションするような形ですから、篠山選手がちょっと振られてしまったんですね、今ね。全員バスケはこの琉球も掲げています。波里、中央からクーリーと合わせ、
田代ではなく波里、碇が読んでいましたが波里、おー、ここでフェイクを入れて押しバンです。残り時間1分を切りますので、お互いのファウルは全部フリースローになりますからね。ジャックフェリー入れました。残り3秒、波里一家、波里のジャンプシュート、波里成人が決めました。来ましたね。これが B リーグのファンタジスタ、ブザービーター決めました。これは恐れ入りました。波里成人、いやもうこれはもう最後まで岡崎さん分かりませんでした。そうですね、本当難しい最後シュートだったんですけど、フェイダーウェイ気味でよく決めましたね。本当に劇的な幕切れとなりました。74対72、琉球ゴールデンキングス8連勝を飾りました。チーム一丸でまた一つ大きなステージへと進んでいきます。